回りしたもんね、これ。なんだろう。速度やってるんですか、これ。速度やってるんちゃう。速度覚えちゃう。事故かな。なんかやってますね。これ二人ともお巡りさんですね。なんかやってるんかな。速度中でお願いします。速度は60キロです。こんな竹やぶで速度オーバーせえへんやろ、スピード違反の。速度がちょっと違う、ネズミは。ここ危ないで、 S 字カーブ。ここはぶつかるポイントです。ここよく、まあまあミラーぶつける人はミラーぶつけるポイントですね。すれ違いやばいですね、はい、ここ。はい、もうすぐキャンプ場です。自転車いるし、お前な、いろんな人おるな。ほんまや、キャンプいっぱい浮いてる、いっぱい浮いてる。あ、でもいいですね。いい感じですね。うん、なんか。なあ。素敵。ほんまに。ここ回ります。はい、かなあ。あ、俺前、月ヶ瀬から帰ってくるとき、ここに出たんやで、多分。え、ここ、動画で撮ったんですか？じゃあ、車でこっちからこう帰ってきた。オッケー。やってんのかな、昔から思っとってんけど。温泉って書いてありますね。マジ？温泉あるんや。いやでもなんかちょっと崩れてるからやってなさそうですね。ですね。すごいな、城下町って。確か俺もはっきり覚えてないけど、なんか向こうの方にいたら温泉あったと思うんだけど。そりゃこんなんやな。でも禁止じゃないんですね。そうやな。いつだったかのあの話の。はいはいはい。あ、譲ってくれた。宿泊1000円なんや。そうなんです、ね。へえ。あ、電車。あ、電車。電車行っちゃった、行っちゃった。行けるよ、行けるよ。はい。じゃあ、笠木の、まあまあ狭いところですね、ここ。狭い。テイクアウト。あ、ここ薪とか売ってるんや。売ってるんだ。うまいことできてるな。本当ですね。なあ。癒着です。狭いから。ちょっと気をつけてください。おわ、はい、こっちから見る景色、初めてですね。こんな景色が広がってるんや。多分みんな逆からしか見たことないっていう人おると思うね。こんな感じです。はい、じゃあ料金払います。はい、キャンプしてます。みんなこれ特にあれなんですかね、うん、ここだったら決まってない、ね、区画は決まってないんかな。好きなとこに泊まって。いや、いますね。おるな、まあまあ。なあ、のんびりしてる、のんびりしてるな、ほんまに。どうすればいいですか、これ分かんない。どこ止めよう。こういうのもやっぱりあれやな、早いことこなあかんな。そうですね。はい、いや、これゆっくり徐行してください、徐行してください。へえ、ほんまに火使ってる、楽しそう。あの向こうはあっち、うん、はい、ちょっとあったかい。ええの買いましたね、蘇さん。見てください、いいですね、これめっちゃいいですね。とりあえず椅子買った、はい、これだけでええねんな。いやー、ちょっといいね、いいね、めっちゃいいね。これだけでええやん、今日これだけでいけます。これうわ、すごいわ、綺麗。いや、ほんまにいいですね。じゃあちょっと用意したいと思います。どうやってんの。あ、分かった、謎は解けた。何これ。
テーブル。ちっこい、ちっこいテーブルやな、これ。これ何に使うの、これ。なんかでもらった。あ、ポップ缶忘れた。ありがとうございます。なんかこれ、テントのメーカーじゃないんですか、これ。スノーピークの。スノーピーク。はい。コールマンのこれ買って。買いました。買いました。開封。これは。あ、ちょっとこれ、加減になっちゃって。開封。うわ、袋かっこいい。コールマン。そうやろ、めっちゃかっこいいやろ。うん、袋いいっすね。やっぱりコールマンっしょ。あれ赤にしなかったんですか？赤じゃなかったでしょ。赤やめた。やめたんですか？あの赤やめたというか、うん、これ足が黒色やね。はいはいはい。これにしたかって。あれなんかアルミ、あ、アルミやったやんか。足黒いやつ、ちょっとお値段がいくやつですよね。そうそうそう。ああ、そっちにしたんですね。そっちにして。なるほど。でこれを起こしたら手もたれが立つ。はい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 。いいやん。はいはいはい。これが。背もたれを、うん、背もたれを寝かすことができる、うん、おっ、めちゃめちゃ深い、うん、おっありですね。もうこれで終わりですね、今日ね。これでいいわ。この陽気でね、最高ですよ。天気めっちゃいいです、今日。これ買ってよかった。はい、いや、いいですね。見てるだけでなんか、あ、くつろいでるなって感じ。電キャンプめっちゃええやん。行ってください。今日はデイキャンプを楽しみたいと思います。うん、いい。まあ、コールマンっていうのはまたいいですね。はい。今回ヨドバシで買ったキャンプ用品はコールマンの椅子でした。はい。だけです。買ってきた商品。肉。肉です。肉。バナナ肉と。で。牛タン、タン、タン、なんの？おむすび、爆弾おにぎり、はい、2個目、2個目、はい、ここの、3個目、やばい、これは美味しそう、スープだ、あ、スープだね、はい、こんだけ買ってきましたよ、あとはまあ車なんでノンアルコール、そう、ノンアルです、今日は。いいね。はい。あとお茶でーす。いいね、これ。こんだけ。デイキャンプめっちゃいい。すごい。な。豪華ですね。ね。あと適当に割り箸とか塩コショウあるんで。はい。使ってください。はい。はい。これもゴミ入れします？そうですね。一応ゴミ入れで。はい。これ焼き丸一回見つかったん、津野さん初めておったやんな。た上用の新人の時に、はい、2回目です。これあれ以来これ使ってないもん、焼き丸。あれですよね、ヨネモリさん行った時です、ね、あ、そうそうそう、え、2回目ですか。2回目です。じゃあ本当なんかもう早速いただいていいですか。はい、じゃあこれいただきます。飲んでください。ありがとうございます。青空の下、贅沢はありません。多分こういうことなんですね、キャンプにはまるっていうのは。そういうことやな、うん、何を求めてるわけでもなく、こういうことですよね。こういうことを求めてんやろな。ちょっとまだ分からんけど、こういうことやね。今まで俺もちょっとなかなか分からんかったけど、うん、こういうことや。こういうことですな。本当にこういうことしに来てん。ほんまに。やればわかる、こういうことですね。まだ山もちょっと赤いな。うん、まだ。ちょっと赤い。あそこのやつなんてめっちゃ綺麗ですね。なあ、あそこな、赤いの咲いてな。
油がすごい、うん、よう飛んでる、めちゃくちゃ飛んでます。お肉半分ぐらいでよかったらいいな、うん、多すぎますね、うん、全然。はい、じゃあ本日のデイキャンプ終わりです。ありがとうございました。2時間半ぐらいですね、滞在ね、はい、満喫できました。なんかこうキャンプこうガチじゃないけど、うん、今日キャンプの楽しさちょっとまだ今まで全然わからなかったけど、うん、まだ分かってないけど、うん、ぼんやりと、うん、あ見えました、こんな感じでええねやみたいな、こうこの時間を楽しむ、はい、時間を楽しむみたいな感じで今日は、はい、よかったです。はい、2時間半やったけど楽しめました。楽しめました。笠木のキャンプ場すごい、みんなもうテントとか見せ合いっこですねこれ ね、ほんまに。じゃあ163に出て帰りたいと思います。ここキャンプ場の入場はちょっと狭いから気をつけないとダメです ね、そうですね、大きい車とかね、大きい車はほんまに気をつけないとダメですね。でも入ってきてるから、まあ、入ってはこれ、まあ、もう来れるんは来れるな。どうもお世話になりました。ありがとうございました。